2002年バリ島爆弾テロ事件は2002年10月12日、インドネシアのバリ島南部で発生したテロ。2002年10月、バリ島南部の繁華街クタで、路上に止めてあった自動車爆弾が爆発、向かいのディスコなど多くの建物が吹き飛んで炎上し、外国人観光客を含む202名が死亡した。犯行声明はなかったが、インドネシア当局は国内のイスラム過激派。 ジェマイスラミや幹部の多数を犯行容疑で拘束した。世界有数の観光地で発生したテロは衝撃を与えた。この爆弾テロによる被害者は21カ国の外国人観光客に及び88名のオーストラリア人、38人のインドネシア人、28人のイギリス人を含んだ。2008年11月9日、 インドネシア政府は実行犯3名の死刑を執行した。現地近くには犠牲者の名前を刻んだ慰霊碑が建てられ、毎年10月12日に慰霊祭が行われている。インドネシアでは他にも2003年8月に首都ジャカルタで米国系の高級ホテルが爆発して12名が死亡。2004年には市内のオーストラリア大使館が爆発して9名が死亡。 2005年10月1日、クタのレストランで一人とジンバランの海岸レストランで二人が自爆テロを起こし、20名以上が死亡したなど、外国人や外国施設を目標とした爆破テロが続いて発生しており、これらすべてに自が関与したと考えられている。背景には、アメリカやイギリスの進める対テロ戦争に対して、インドネシア国内での反発があり、表だって反対しない。 同国政府に対して市民の不満が募っていることも関連があると見られている。ありがとうございます。